皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は扇形の面積の基本的なことについてお話ししていきます。扇形、ここに絵を描いてあるんですけれど、言葉で説明するとこうなります。2本の半径で分けられた円の一部分、これが扇形です。これが扇形と言います。そしてこの2本の半径、つまりこの半径とこの半径、これでできる角、ここの部分ですね、ここの部分をこれ中心角と呼びます。中心角、このように呼びます。そして扇形の面積はこの中心角に比例します。つまり中心角が2倍になると面積も2倍になる、3倍になれば面積も3倍になると、中心角が3分の1になったら面積も3分の1になると、こういうことです。そして扇形の面積を求める式、これは円の面積を求める式を使います。つまり半径×半径×3.14、ここまでは円の面積の式ですよね。この後ろにかける360度分のこれ中心角と、こういう360度分の中心角と、この部分がつくんですね。実際に計算するときにはこの度はつけませんけれど、ね、式では360度分の中心角、中心角が90度だったら360度分の90度とこうなるわけです。では実際この例を使って計算していってみましょう。例の1、半径が6センチ、中心角が60度、この扇形の面積ですね。半径6センチですから6×6×3.14×360分の中心角60度ですから60と、こうなります。これもちろん約分しちゃいます。60で約分できますね。そうすると上は1になって下は6になるんですから6分の1になりました。この6分の1の分母の6と前の6を1つ約分しちゃいましょう。1になってここも1になると、そうすると 6×3.14 ということになりますね。 6×3.14、 これを計算すると 18.84 となるので、この半径が6センチ、中心角が60度の扇形の面積は 18.84 平方センチメートルと、このように求めることができるわけです。ではもう一問やっていきましょう。例の2、半径が9センチ、中心角が120度の扇形の面積です。半径9センチですから、9×9×3.14×360分の中心角120度なので120となります。ここの部分ももう先に約分しちゃいます。約分するとこれ3分の1になりますね。この分母の3と前の9ね、約分しましょう。ここは1になって、ここが3になって、前の部分は草27×3.14。これを計算すると、84.78 と。こうなるので、この半径9センチ、中心角120度の扇形の面積は 84.78。平方センチメートルと、このようにして、
計算できるわけです。今回は思い型の面積の基本的な考え方、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。